世話になっております。オッチョです。今日は怒りの凱旋活動するために広島パルク前にやってきました。これから怒りの凱旋活動を行います。ゴー。ご中高中の皆様、ご迷惑をおかけしております。今日は言いたいことがあってここにやってまいりました。誰にも止めることはできません。止めようとするなら俺らは抵抗するで。拳で21歳。大工の賃金が安すぎる。大工の賃金を上げろ。ハウスメーカーはたっぷり工賃を支払え。大工は異常に安い賃金で使われております。時給換算して1250円。現実には最低賃金以下で働かされている大工も大勢います。これはハウスメーカーが低い賃金で大工をこき使うからです。不当な安い賃金で大工をこき使っております。大工を安くこき使うことによってハウスメーカーはたっぷり儲けて、そのたっぷり儲けたお金で営業マンを大量に雇い、その営業マンにノルマを課し、大量に仕事を獲得します。そして優秀な営業マンはフェラーリに乗っているような高給を得ている者もいます。全ては大工から搾取したお金です。ハウスメーカーよ、大工に適正な賃金を支払え。最低賃金で安くこき使い、ハウスメーカーの社長はロールスロイスに乗っています。許せません。10年の厳しい修行を経て一人前の大工になった結果、ハウスメーカーに最低賃金でこき使われているのです。ハウスメーカーを許しません。我々は時給5000円を要求します。時給4000円、日当にして4万円。それでもサラリーマンと同等の土日休み、祝日休み、普通な生活をして年収500万ほどです。大工は不当に安く使われています。ハウスメーカーを許しません。時給1250円、厳しい修行10年の結果が時給1250円です。許されません。10年の厳しい修行の結果が最低賃金で使われています。すべてハウスメーカーの買い叩きによるものです。許せません。今日は初めてなので練習ということでこのぐらいにしといてやりますが、ハウスメーカーはぶっ潰します。大工の賃金を上げろー。